フォークスター BGM というマザーボードをご存知でしょうか。台湾の IGS 社が作った業務用システム基板なのですが、この基板は安価な分搭載している電池の品質が悪く、液漏れによる故障が相次いでいるという困った代物なのです。マザーボードの裏面を見るとパターンが剥げたような跡が確認できました。電池漏れの被害があったものと考えられます。前オーナーにより修理はされているようで、ゲームの動作には問題ありませんでした。このようなニッパーでも電池は外せるのですが、今回はハンダゴテとハンダ吸い取り線を用いて電池を外してみたいと思います。まず PGM マザーの側を開けます。こちらが電池です。基板を裏返して黄色の丸で囲ってある部分のハンダを吸い取っていきます。まずは左側、続いて右側、ハンダの吸い取り完了です。これで電池が外れました。最後に動作確認を行います。マザーボードにロムを差し込んでハーネスを取り付けます。コントロールボックスの電源を入れます。 PGM と IGS のロゴが出ました。日付設定は電池を外しましたのでクリアされています。はい、うまく起動しました。基板の動作確認も取れましたので、今回の作業は以上となります。とても簡単な作業なので、BGM マザーをお持ちで、まだ電池を外していない方がおられましたら、早急に電池を外すことをお勧めいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。